皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちらまだシンクロ覚醒してないラフィネキティ使っていこうと思います。イエイ。このラフィネキティね、明日からはねシンクロで10強がつくのでさらに強くなるんですが、現時点でもかなり優秀で、15ターン変身の12ターン変身の最終段階バインド封印指ガドブレ浮遊に4色攻撃4つに10時プラス L 時プラス持ってくれてます。実際はこれにシンクロで10強が乗るのでさらに火力出せるようになるんですが、スキルがですね、3ターンルーレット1個生成、指と自分とサブの攻撃力が2倍、上限55億が3ターンで使えます。例えばリダフレにラフィネキティを置いた場合は、リダフレのラフィネキティかつサブ4体の合計5体上限解放できますし、もちろんサブでルーレットアークとして置いてあげても、普通に指延長ルーレットループかつ自分とサブの攻撃力2倍、かつ上限55億で火力を出していけるというね、すごい優秀なキャラになっております。はい、まあ、リーダースキルも 81% 軽減で多色リーダーとしてはかなり強いんですが、今回はラフィネキティをあの多色最強リーダーと合わせて使っていこうと思います。編成こんな感じです。リーダー時の7強無効感に、闇軽減プラス潜在でつけてあげてください。闇軽減プラス潜在でつけてあげて、アシストがですね、ゼルクレア武器継承です。リダフレ脚 OK です。 C2 7強毒目覚めドラゴンキラーにこちらジノのマント継承ですね。はい、でラフィネキティアシスト無効ドラゴンキラーにダリルバルデ使ってあげて、カラナラビリル、無効感ドラゴンキラーにこちらエールストライカー継承です。ゼルクレア、全パラスキブ潜在回復強化プラスにアイアンマンつけてあげて、まあ基本リーダーであるねジノですね、7強無効感ドラゴンキラーにパイモン継承です。リーダーフレ脚 OK ですし、パイモンが自分に持ってきてもらっても問題ありませんという感じの編成ですね。もう今日はラフィネキティの最強ルーレットと多色最強リーダージノを合わせて新マンジャー遊んでいこうと思います。やっていきましょう。さあ1階層からやっていきましょう。キティ使ってあげて、ラビリル使います。ダイヤマン使ってあげてジノ変身していきましょう。でラビリルゼルクレアからのジノ変身してあげて、ジノ使ってあげて中央タゲしつつ全体入れて突破していきます。はい、よいしょ、こんな感じで全体入れながらワンパンしていきます。12コンボ13コンボですね。さあこれでしっかりとワンパンで破壊していきます。ジノの火力で、間違えた、ごめん、あのワンパンはできないんで2パンしていきます。はい、残り倒していきましょう。めちゃくちゃ全体入れたらワンパンも夢じゃないかもしれないけど、基本的には2パンで大丈夫なんで2パンで突破していきましょう。5コンボ現象はあの C2 変身できるので、そう、問題ないです。これで倒していきましょう。2パンです。そしたら2階層ですね。2階層は C2 からのキティ使ってあげて1コンボ組んでいきます。はい、 C2 使いましょう。で1コンボ組んでいきます。そしたらキティ使ってあげて、これでもう最終段階までやっていきます。で1コンボ使いましょう。1コンボ使いましょう。そしたらジノからのラビリルループ開始ですね。はい、ジノからのラビリル使ってあげて、まずは一発削っていきます。まだねラフィネキティ使ってないのでまだ火力は控えめなんですけども、まあ、それでもしっかり一発は殴ってあげます。はい、 OK。 そしたらジノからのラフィネキティ使っていきましょう。ジノ使ってあげてラフィネキティ使います。はい、まあ、そしたらこのまま殴っていきます。これで突破していきましょう。ジノからのラフィネキティ使ってあげて13コンボです。さあこれで2パンで倒していきましょう。突破です。待って、ラフィネキティ普通にもう強いんだけど、なんでこいつ火力高くね。シンクロ解放キャラが月曜日実装なんでまだシンクロ空いてないはずなんですけど、空いてないにもかかわらず強いという、ずるくねこいつ。でラフィネキティで十字組んでいきましょう。そう、ラフィネキティはね十字も L 字も持ってくれてるんでアシスト無効対策とかもできますし、こんな感じで超クライミング解除してあげてから、さあジノ使って突破していきましょう。6色組むだけです。よいしょ、これで OK です。はい、6色組んであげてこのまま突破していきましょう。12コンボさあ2パンで倒していきます。そしたら続きまして4階層です。
4階層はジノとラフィネキティ使ってあげて L 字3セット入れつつ1から2ターン突破していきます。はい、まあ、ジノ使ってあげてラフィネキティ使いましょう。てかラフィネキティでアシスト無効回復できるのでアシスト無効回復しながら殴っていきます。よいしょ、ラフィネキティがアシスト無効対応してくれてますので、はい、これでしっかり突破していきましょう。待て待て、はい、これで L 字3セット組んでいきます。アシスト無効で、ね、ラフィーネキティのおかげで3色で対応できますから、そもそもアシスト無効回復枠としても強いし、なおかつワンパンで破壊していきます。はい、ちゃんとアシスト無効回復しながらワンパンしていきましょう。ラフィーネキティ偉すぎるな。ちょっとアシスト無効も対応できて十字でチョークライも返せてって考えたらやっぱ相当強いですよね。で5階層ジノからのラビリル使ってワンパンしていきます。これでまあワンパンしていきます。はい、普通に平積み組んであげるだけで大丈夫です。ラフィーネキティの上限解放、そしてジノの火力で余裕でワンパンです。ラフィーネキティのおかげで C2 が火力枠になってるのがすごいんですよね。本来 C2 って火力出ないのにラフィーネキティのおかげで簡単に火力枠になってるっていう。そしたらここは真ん中平積みで1ターン殴ります。はい、よいしょ、これで十分ですね。真ん中平積みで盤面10コンボ組んであげて、まあ一発殴っていきます。ラフィーネキティのルーレットループがあるのでどんな状況下でも絶対に6色消しが組めます。はい、そうすることで突破してあげます。はい、ジノ使ってあげて倒していきましょう。倒します、いきましょう。オッケー、これでしっかりと14コンボ組んで突破し、15コンボ組んで突破していきます。さあ、これで倒していきます。突破です。オッケー。さあ、続きまして7階層ですね。7階層は C2 使ってあげて2ターン突破していきます。 C2 で HP 増やしてあげてジノ使ってあげて生成、そしてラフィネキティでルーレットも使いながら突破していきます。いきましょう。よいしょ、これでラフィーネキティでしっかり火力出しながらルーレットループもあるおかげで自動編成だけどパズルも非常に安定していると。で HP を全回復しつつ一撃で殴りです。ラフィーネキティルーレットのループがあるおかげでそのゼルクレア編成における回復力の低さがですね補えてるんですよね。どうしてもジノにゼルクレア入れる場合って回復力がすごい不安になりがちなんですが、ラフィーネキティのおかげでそこも対応できると。回復恩義士がどんな状況下でも絶対にルーレットを使うことでね組めますので、これを利用してね殴っていけるのが非常に強いですね。まあ普通に回復懺悔しても HP 全回復してるんでどっちみち強いですね。さあ、これで倒していきましょう。でもやっぱ出したいね火力をね、しっかりラフィーネキティのおかげで出していける。あとはチョークライミとかアシスト無効とかもラフィーネキティの L 字十字のねあの補助があるおかげで絶対に組めるっていうところで非常にメリット強いかなと思います。はい、かなり強いですね。なんならしかも例えばここ8階層も水溶きの全体攻撃を入れてワンパンなんですけど、これもラフィーネキティルーレットがあるのでどんな状況下でも絶対に組めるっていうねメリットがあります。はい、めちゃくちゃメリットだよね普通に考えて。はい、これでしっかりと水溶きの全体攻撃だけ入れてあげてワンパンしていきます。13コンボです。こうすることでジノの火力が全体入りますのでしっかりとワンパン突破していきます。ラフィーネキティ上書きされることはなく突破しきれます。さあ、9階層です。ここもジノからのラフィーネキティでワンパンしていきましょう。リラフレジュノは当然600億火力出してくれてますし、なおかつラフィーネキティがサブの火力でねゴリゴリに火力持ってくれるしね、しかも今回のサブが火力出るやつらしかいないんで本当に強いですね。これどんぐらい火力出るんだろう、全体火力で見たら。これでいいかな、6色組めてますね。はい、ジノは600億としてサブの火力はどんぐらい出てんの、ちなみに。
あ、わかんない、わかんない、わかんない。あ、多分見た目で500は余裕で出てたので、ちょ、カミカミすぎん俺。見た目のし、あ、もうダメだ、喋れねえわ日本語は。あ、もうで、やばい、本当に日本語は喋れない。でもとにかく強いということが伝わればいい。お前のブリタニアは私が認めない。さあ、500は出てたかな、サブの火力。多分見た目で500はあったんで、うん、多分相当な火力出てますねこれ。そうね、だいたいサブ500億ぐらいなんで、一撃でまあ1100億とかの火力はまあほぼ確で出てるかなっていう感じですね。まあそう考えるとめちゃくちゃ強いね。指現象は 7.5 秒あるんで落ち着いて組みましょう。全然組めると思います。 7.5 秒はもはや指現象とは言えないレベルなので、はい、落ち着いて組みましょう。ラフィネキティがあればさらに指伸ばせますし、なくても 7.5 秒なんで楽勝っすね。なんかすげえ落ち込み入ってるけど、いや強すぎん。あーすごい、え、待って、今の火力やばい。え、あ、待って、今1230億出てたんだけど、やばくね。ゼロクレア使おう。お前のブリタニアは私が認めない。思ってたよりも強いですこの人たち。これでいけるし余裕でしょ。最低限6コンボでいけると思うんだよね。まあ、落ち込んのっちゃったけど、多分乗らなくてもワンパン余裕でできるんで、こんだけ火力あれば、うん、楽勝っすね。だからこれ今の火力でワンパンできちゃうっていう。そしたら続きましてボス2ですね。はい、ボス2もジノ使ってまずは半分まで削っていきます。どんぐらい削れるかめっちゃ楽しみなんだけど、いきます。まあ、めちゃくちゃ過剰火力なのはまあ確実で、あとはどんぐらい削れるかっていう。これでね、しっかりと6色組んであげて、どんぐらい削れるんすか。じゃあちょっと回避ケルしかもおまけで組んじゃってね、15コンボ組んであげて、さあラビリルエンハンスとかいろんな火力を含みつつ、一撃でここまで持っていける、とんでもない。こいつも確か HP1300 ぐらいだったはずなんで、なかなかに化け物やね普通に。これでいっか。はい、6色含みながら殴っていきます。12コンボです。でこれでもう余裕でね、余裕で2発で半分まで削り切っていきます。これがラフィーネキティの力、さすがの火力だな。そしたらラフィーネキティ使ってあげて、 C2 ジェノからのラフィーネキティからの C2 で殴っていきましょう。でもちろんラビリルも使います。はい、これで殴りましょう。いきます。オッケー、これでいいですね。しっかりと HP 全回復しながらラビリルの軽減も生かしてあげて、 HP 全回復必須なんでね、ちゃんと HP 全回復してあげて、さあこれでシールドワンパンしつつ発狂攻撃を受け切っていきます。はい、15万ぐらいなんで普通に受けれます。はい、で攻撃力半減食らうのはうざいですが、まあ、言ってもラフィーネキティって自信エンハンスもあるし、まあ、まあまあまあ言うて削れるでしょう。いきます。はい、言うて削れる理論っていうのがあって、言うてこの編成強いから大丈夫やろって話。13コンボ組んでいきます。14、さあこれでまたしてもジノの火力含みながら、いや、いい火力、若干エンハンス食らっても結局この火力なんで、さあこれで殴ってあげて、ラストジノ使って突破していきましょう。さあということで今回ですね、ラフィーネキティ入りのジノ編成で遊ぶ動画でした。ラフィーネキティはね、超クライムの対応、そしてアシスト向こうの対応とね、非常にサブとしても強いですし、何よりルーレットと指延長ループで、まあ、ジノの弱点である指現象の対策、そしてルーレットのおかげでアシスト向こうとか十字とか簡単に組んでいけるんで、もうそれが非常に強いなと思いました。ジノ編成のサブとしてでもすらね、活躍できてしまうね、こちらのラフィーネコ、ラフィーネコじゃない、
ラフィーネキティですね。はい、ラフィーネキティね、めちゃくちゃ強いんで、ぜひよかったら使ってみてください。じゃあチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。